ロテプレドノールは、そのエステルであるエタボン酸ロテプレドノールの形で、目の炎症の治療に用いられる、副腎皮質ホルモンである。ボシュロムから、ロートマックス、ロートリックスの名称で販売されている。特許は1980年に取得され、1998年に、医療用途で承認された。ロテプレドノールは、目の手術後の炎症の低減、ドライアイ。 季節性アレルギー性結膜炎などに利用される。副腎皮質ホルモンは免疫抑制作用があるため、ロテプレドノールはウイルス、心筋、マイコバクテリウムによる目の感染症の患者に対しては近忌である。ゲル製剤による治療が行われた患者で一般的な有害作用は全貌の炎症、眼痛、異物感である。ロテプレドノールの長期の使用は 眼圧の上昇を引き起こすため、緑内障の治療の妨げとなる可能性がある。薬剤は点眼後、非常にゆっくりと血中に吸収されるため、血中濃度は極めて低い濃度に限定され、蛍光など点眼以外の経路で摂取した薬剤との、相互作用の可能性は、極めて低い。エタボンサンドテプレドノールと、その不活性代者さんものである、デルタ1コルジエン酸及び、 デルタ1コルチエン酸エタボナートは、蛍光灯を汚した場合でも、血流中に検出されない。ロテプレドノール転眼薬を42日間にわたって、投与した患者を対象とした研究では、臨床的意義のあるレベルで薬物が、血流に到達したことを示す、副腎皮質機能抑制は認められなかった。動物研究では、ステロイドホルモン受容体に対する、神話性は、 デキサメタゾンの4.3倍であった。エタボンサンドテプレドノールは、レトロメタボリックドラッグデザインによって開発された。いわゆる、ソフトドラッグであり、不活性な物質へ代謝されるようデザインされている。代謝産物は、デルタ1コルチエン酸とそのエタボン酸ジオであり、これらは、ヒドロコルチゾンの不活性代謝産物である、コルチエン酸の誘導体である。エタボンサンドテプレドノールは、 ロテプレドノールとエタボン酸のエステルである。純粋な化合物の融点は、摂氏220.5度から摂氏223.5度の間である。水への溶解度は1、200万であり、そのため眼科用には、軟膏、ゲル、または、懸濁液の形で製剤される。ロテプレドノールは、副腎皮質ホルモンの一種である。 ヒドロコルチゾンのような古典的な副腎皮質ホルモンのケトン速さは切断可能なエステルに置き換えられており、これが迅速な不活性化の理由となっている。ヒドロコルチゾールエタボンサンロテプレドノール、ありがとうございます。